アケボノスミレは、スミレかスミレ属の多年層。クキの種。高さは10から15センチメートルになる。地下径は太く、水平に伸長し、節が多く石管は短い。葉は、長さ3から8センチメートルになる傭兵があり、2から5個が多場性し、花時には展開せず内側に巻き込みんでひし形になり、花後に展開する。花後の養身はやや質が厚く。 卵上心型で長さ4から1 2トル、先は進む線形、基部は深い心形、円には丸い虚子がある。葉の表面は線緑色で両面ともに毛が生える。基部にある卓葉は理性し長さ7から1 0トルになり、非神経または共三角形で膜質、褐色をしている。火事の傭兵は長さ1 5トルに達する。 花期は3から5月。展開する前の葉綻から花柄を伸ばし花をつける。花柄は長さ10から1 5トルになる。花は、径、約2から2 5センチメートル、格子色、または淡辺に紫色をしている。花弁は長さ15から2 0トル、先端は丸く、側弁の基部は毛が生えないか、まばらに毛が生える。 新弁の胸は短く、長さ3から4ミリメートルで先が丸い農場。学園は長大炎上皮身型で、その後部の付属体は前縁か浅くに列する。湯水はここあり、下中はカマキリの頭形になり、上部の両翼が左右に短く張り出す。果実は卵状の果て、先端は尖り長さ1から1.5センチメートルになり、紫色の斑点がある。 染色体数は 2n イコール24。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、太平洋側の産地の夏緑樹林の臨床や、林園に生育する。少し乾き気味の林内で見かけることが多い。国外では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名のアケボノスミレは、アケボノスミレの意で、荷色を夜明けの空色に例えたもの。 種証明うロッシーは、最終からおスのの意味、ありがとうございます。